そうダンスです。ここに来てくれている宮崎県ひーくんむーちゃんカープを見たことがあるよっていう方は、あ、結構いらっしゃいますね。初めて見たという方いらっしゃいますか？やっぱりいらっしゃいますね。そんな方たちのためにも3匹の自己紹介をしていきたいと思います。それではまずはひーくんから自己紹介いきましょう。さあ、はい、ひーくんは頭に黄色い丸いかぶり物をしています。てっぺんには緑の葉っぱも生えています。こちらは宮崎県の特産物日向夏のかぶり物をしています。ひーくんはとっても美味しい日向夏を全国に PR するためにさまざまなイベントで日向夏のお裾分けをしています。皆さんもどうかね、ひーくんから日向夏のお裾分けを受け取ってください。そんなひーくんはしっかり者のリーダー格の男の子です。そんなしっかり者のひーくんをどうぞこれからもよろしくお願いいたします。さあ、お待たせしました。次はムーちゃんの紹介をしたいと思います。ムーちゃんはご挨拶があるので、よかったら皆さんもね、一緒にムーちゃんにご挨拶してください。それでは皆さんごきげんようということで、プリンセスムーちゃんの紹介をしたいと思います。ムーちゃんは宮崎県3匹の中で唯一の女の子です。頭には宮崎県の有名な木フェニックスが乗っています。今日は日本の日向宮崎県をイメージした黄色い日向 T シャツで遊びに来ました。その他にもね、ムーちゃんたくさんお洋服を持っています。今日はその中でもね、お気に入りの日向 T シャツを着てきて、なんとね、綺麗にお日様が出てまいりました。さすがでございます。今日はその太陽をイメージしたね、ひまわりのリボンもつけてきました。さまざまなイベントでムーちゃんお洋服をコロ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 変えているので、ぜひここの場所でムーちゃんに会った時には、そんなムーちゃんの衣装にもぜひご注目して、ムーちゃんのこと見てあげてください。よろしくお願いいたします。さあ、じゃあみんなの紹介が終わったところで早速ね、忘れちょったじゃない。だってお家おったわ、ずっと紹介したかったのに。紹介するとするとはい、わかりました。今日ちょっと短いから、あの段差の上には上がらないでね、危ないから。危ない、ダメよ、上がっちゃう。はい、カー君決めポーズございます。決めポーズをバッチシ決めて皆様のセンターライン立ちますので、大きな拍手でお出迎えください。それではいきます、せーの、うーしゃきー。はいバッチシですね、カー君決めポーズちゃんと決まりました。さあ、ということでカー君の紹介していきたいと思います。カー君は頭に赤いトサカ、そして口には黄色いくちばし、そして両手にはじゃん、羽が生えています。こちらは宮崎県の有名な地鶏、宮崎地鶏の格好をしています。そんなカー君はとっても食いしん坊でいたずら大好きな男の子です。ただ3匹の中でとっても得意なことがあるんです。それはこちら、そう、ダンスです。3匹の中で一番キレのあるダンスを踊ってくれるので、2曲目ぜひカー君に注目してご覧ください。さあ、そんな感じで自由気ままにね、いろんなところへ遊びに行く宮崎県3匹をどうぞこれからもよろしくお願いいたします。いいね、その柱をうまく活用してるね。そう、暑いんですけど、だいぶ皆さん